ちょっと歌ってみますね。リノ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 リ遥か雲まで溶けてゆく風が揺らす歩こうのスカートの向こう蜃気楼に僕らの夏が消えてゆくでお願いでもちょっと時を待ってよリロリロ作りかけのパズルあと一かけらで揃いそうなんだてんてんてん、つかめない、荒れてく光の中、広がる世界まで眩しすぎて終われない、空の果てまで、だって僕はまず、未完成のまま ちょっとね今寝ながら一生懸命歌ってみたんですけど畑基博のこの曲知ってる方はちょっとすいません手を挙げていただいてもよろしいですか。あいませんね0人はい。ラジオなんで手を挙げてもね、わかりませんけれども。ハレーションという2009年のね、あの、熱闘甲子園じゃないけど、高校野球のテーマソングでしたね。で、僕はこの曲を聴いた途端にですね、2009年っていう時代に、こういう曲を生んでくれた畑さんに感謝したかったんですね。で、僕のちょっと、この2009年の夏っていうのは特別な夏になったんですね。この音楽一つで。なんか高校球児ね、校庭のバックネット裏とか、ねえ、ミット打ちとか、ねえ、キャッチボールとかランニングとか、部活のこの風景が浮かんでくるわけですよね。本当になんだろう。畑基博、この曲一曲だけで好きになりましたね。うろことか、ドラえもんのひまわりの約束とかはどうでもいいんですけど、この曲だけは僕大好きで、本当にいい曲。僕はこの曲が好きです。僕好みの曲ですね。ハレーション。ね。でも早速この曲聴いた途端にスイッチが入ってですね。ツタヤにもう猛ダッシュで駆け込んでいってですね。畑基博のハレーションありませんかっていきなり聞いたらね。ちょっと予約になってしまうんですけど、よろしいでしょうかって言われて。予約でもいいですから早くしてください。早く来たいんです。っていう感じで言ったんですけど。まあ、店員さんはちょっと戸惑ってましたけどね。で、予約して手に入れたんですよ。シングルを。まあ、車の中で聞いたらね、僕の心が洗浄されました。洗浄機で洗浄されました。ね、こう、たわしみたいなのでガラ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 。汚い心が。もともと汚い心を持ってたんですけど。はい。だから曲とか歌って、シンガーソングライターじゃないですか。九州地方のね、畑基博さんといえば。で、結婚もしてますし、なんつうの、ちゃんぽいたヒゲですよね。歌うドラえもんみたいな感じっては失礼ですけど、なんかこう、ほんわかしててですね、こう、聞く人を癒すというかですね、こう、心を洗ってくださる方ですね。で非常に子供たちからも老若男女愛されるキャラクターというかそういう方ですよね。で人はやっぱり見た目じゃないんだな。声でも人を引きつけるものがある人もいるんだなっていうのを証明してくれたのは畑さんですね。畑基博なんてプロ野球選手に昔いそうでしたけどね。各体現とかね。あと、音重鎮みたいな感じですよね。
そういう、それはいいんですけど、何これ、ガが死んでますね。あ、ガ踏んじゃったんだ、これ。あー、もう潰れてるわ。あららら、合唱。はい、終わりました。ガがちょっと死んじゃってたんで、合唱してね、3秒間ぐらいだけ。で、あと、トヒロさん。本当になんか、誰かに似てるんだよな。いそうですよね、なんか老人ホームで働いてるヘルパーのお兄さんみたいなね。うん、ちょっとなんか、うん、白い服着て、うん、こうおばあさんとかおじいさんをトイレ連れてったり、優しそうな方ですよね。こう、うん、ホームケアしてくれそうなね、うん、老後とかちゃんとやってくれそうですよね、うん、手すりにつかまって一緒にね、こういうふうに先導してくれたり、うん、だからうん、で力もありそうね。段ボールの箱とか3箱ぐらいこう積んで、大和宅急便のトラックの中にね、入れてそうですもんね。ちょっと意味がわかんない。ちょっとすいません、意味がわかんないね、ちょっと、ね、最近もね、引っ越し業者とか、ああいう、黒猫大和とかね、佐川だっけ。もう、人の商品を蹴ったりする人いますから、旗本博さんをちょっと見習ってね。でもね、本当に、うん。あの曲だけは、いい曲だわね。いい曲だよね、あの曲はね。うん。なんかサビの作りというか。だって僕は、まだ、ずっと、ここが好きだね。うん、で、未完成のまま、あのね、風を感じる。で、透き通るなんか透明感がある曲だね。うん、こう、ミネラルウォーターのミュウに、ちょっとだけグレープフルーツを足して、塩を一つまみこう、パッて入れた、みたいな。あ、そして世界のキッチンからって、あの、ライチになっちゃいますね。ごめんなさい。だから本当に夏歌ですよね。2000年代後半を代表する。そういう風に認定したいです、僕は。あの曲は。高校野球ですね、まさにね、あの曲はね。うん、最初何で、あ、そうだ、熱闘甲子園で好きになったんですよ。ちょうど埼玉代表で本庄東が出てたんかな。うん、本庄第一か、埼玉県代表で。あの、私立で。うん、あ、それは違うか。その前の年か。うん、あ、2年連続出たかな。その時に、熱闘甲子園のオープニングで、11時ぐらいからやって夜ね。見てたら、畑本博のハレーションが流れてね。うわ、何この曲って。久々にすごくいい曲が出てきたな、みたいな感じになって、うん。もうその11時だったんですよ。テンションが上がってね、もう胸が、心臓がいきなりドキドキしだして、うわぁ、いい曲だったわ、みたいな終わってからね。はぁ、なんでくらね、この空虚感は、みたいな。ドキュメンタリーってアルバムがあるみたいですけど、シングルは、シングルじゃなくてアルバムも欲しいですよね。うん。ジャケット、畑本博が電柱で道歩いてて、後ろ向きにこう、バックで写ってるジャケットだったと思いますね。さやかなんかで見たことあるんですよね。うん。非常にシンガーソングライターとしてはですね、本当に、日本の和を持っている方で、畑本博さんの声を聞くだけで日本の和、風鈴とか、蚊取り線香とか、夏のスイカとか、サンダル、半ズボン、あとか、あの、夏のなんか、蒸し暑い、湿気のある風とかね、うん、
田舎のこう草むらとか、そういうのを思い浮かば、麦わら帽子とか、そういうのを思わせてくれる日本人だと思いますね。まあ、ああいうすごくメジャーデビューして、すごい、みんなに認知されるまではすごい努力をしていますよね、皆さん。で、ほんと一握りでああいうシンガーソングライターのが特にね、日本には少なくて、世界で言うとブライアン・アダムスは有名ですけど、ね、旗本博さんは日本人っていう感じがすごくします。